こんにちは。朝8時半頃の空模様です。どんより、そして9度しか気温がありません。寒いです。オリエンタルポピー開きました。中のおしべの色も変わっていますよね。まだ1輪しか開いていませんね。紫仙台萩、こういう字を書きますね。この紫と葉っぱの緑のバランスがとてもいい花ですね。花が終わったらば茎を切ってくださいね。豆科の植物なのでまさに豆の花なんですが、こちらがバプテシアのカロライナムーンライトです。クリーム色の花ですね。で、隣にあるのがバニラクリーム。こちらの方が白っぽいですね。葉っぱの色も微妙に違います。そしてバニラクリームの隣にあるのがブルーベリーサンデーなんですが、実はもう一株紫仙台萩が隣に植えてあるので、ちょっと植える配置を間違ったかなと思っています。紫仙台萩先に植えたので、株が大きくてこちらの方が見栄えがするんですね。ジャーマンアイリスエコーデフランス、向こうに見えているのがカライトソウです。まだ花が咲くには、間があるんですが、カライトソウはお水が好きな植物ですね。ジャーマンアイリスはあまり水が好きではありません。宿根姫ひまわり、ヘリオプシスですが、急に伸びてきました。この雨で、ぐんと大きくなりました。アカンサスモリスもつぼみが出てきましたね。アカンサスでおなじみのっていうか、まあダジャレですけども、アカンサス、こちらもアカンサスなんですが、スピノサスと言います。こっちの方がトゲが鋭いんですね。で、よく見たらつぼみがありました。これの花が咲く頃はもう触るととっても痛いです。アカンサス覚えてくださいね。巨大ホスタ、やっぱり揺らしてみました。水玉揺らさずにはいられませんね。ヘメロカリス、20種類ぐらい植えてあるかなと思います。これも水滴がとても綺麗についていますね。アスチルベ、つぼみが見えたので撮ってみました。この花いつ散るべな。アスチルベ、アスチルベと覚えてください。キバナイカリソウは花が終わって葉っぱだけですね。綺麗な水玉が見えます。シャクヤク、ダッチェスオブネモアーズ、首振りをしていますが、かなり花が重いですね。みっしりした花ですね。シャクヤクは花の形がどんどん変わるものが多いですが、特にこれはね、びっくりするぐらい変わりますね。楽しみにしていてください。このソルベットもどんどん花の形を変えていきますよ。まだ本当につぼみが膨らんだっていう感じですけども、満開になった時を楽しみにしていてくださいね。チャイニーズホーリー、相撲を取るハエトリグモを毎日探していたんですが、なかなか見つかりません。葉っぱが急に伸びてきました。ボタン、花火の第二のシャクヤクの花が咲きました。どんな花が咲くのか一つだけ残しておいたんですが、シャクヤクとボタン葉っぱが違いますね。実月錦式の第二のシャクヤクも残しておいたんですが、どうやら違うシャクヤクに継いでいるようですね。ボタンはシャクヤクに継いである木です。ルピナス、傷んでしまいましたね。ジャーマンアイリス、イーデス、ウルフォード、気に入って毎日撮影しています。庭はこんな感じで潤っていますね。エリンジウム、つぼみができてきました。品種名は咲かないと分かりません。
何種類か枯らしています。冷凍ユリ、つぼみが見えてきましたね。たくさん水滴がついています。こちらもつぼみがたくさんついています。楽しみですね。大出まりの花は終わって、葉っぱが茂ってきましたね。綺麗な葉っぱです。桃色大出まりの方は花が散らないんですが、色が褪せてきましたね。大出まりも桃色大出まりも夏にいい木陰を作ってくれます。丸尾です。今日は寒いのでエアコンの温風が届くところにいます。母ちゃんも寒いです。皆さんのところはどうですか？気温差に気をつけて体調管理しっかりしてくださいね。さようなら。